こんにちは、ウクライナ人のベロニカです。今日もよろしくお願いします。最近はウクライナはもう何度もミサイルが来て、もう何百人とか何千人も亡くなってしまいまして、私は考えました。私はどうしてウクライナ人として生まれましたか。ウクライナ人ってすごくラッキーじゃないですか。すごく苦しいです。どうして他の人たちは先祖がなくてすごく楽な生活をできてるんですかとか、ウクライナ人はすごくかわいそうです。それを考えて、でもウクライナ人は先祖したわけじゃないらしいんで、ウクライナ人のせいじゃないです。私の国はすごく綺麗ですし、食べ物もおいしいし、水面もすごく綺麗で、いろいろなところがあって、海もあって山があって草原があって畑がたくさんあって、すごく綺麗な国です。私ウクライナは大好きです。愛しています。ですから私はウクライナ人として生まれてすごくラッキーです。ラッキーじゃないことは隣戦争している国があることです。でもそれはウクライナ人のせいじゃないので、ウクライナ人はそれでもラッキーです。ですからウクライナ人も大勢は私たちはすごくかわいそうですとか、ちょっと時々考えてしまうと思いますけど、それでもラッキーです。私たちの国はすごく綺麗で、ウクライナに生まれてすごくラッキーです。嬉しいです。今日本にいても私はすごくラッキーです。日本もすごく綺麗で、人たちも優しくて、何回も私の国は戦争があってもここで参加してくれて、すごくありがたい気持ちがあります。私のお母さんはウクライナからここに避難してもう3ヶ月を経っています。経っていますのに、あさってはウクライナに帰ることになってしまいました。それはお母さんは帰りたいとか、帰りたい気持ちもありますけど、仕事で帰らなければならないです。警察の仕事してるので、しなければならない仕事も戦争があってもあります。ですから私今日は私のお母さんに優しくしてくれてありがとうと言いたいんです。私にとっても優しくしてくれてありがとうございます。ウクライナ人の皆さんにも優しくしてくれてありがとうございます。何回もここで参加してくれてありがとうございます。すいません。はい、頑張ります。何回も自分の声を上げて、私の国について、私の国が先祖あることについて話してくれてありがとうございます。これからも私のお母さんはウクライナに帰りますけど、それでも他のウクライナ人のためにとか、私のお母さんのために、お父さんのためにも、私のためにも話してください。ウクライナはまだまだ戦争は終わってないんですけど、終わるためには何とかしてほしいです。手を貸してすごくありがたい気持ちがあります。でもいつもすごく悲しいわけじゃないので、もちろん頭の中にいろいろ難しいことについて考えてしまいますけど、それでも生活は続けていますので、顔を開けていつも将来に歩きたいです。日本人の皆さんはサポートしてくれてありがとうございます。将来一緒に行きましょう。ありがとうございます。はい、4回、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 
クライナ歌を歌いたいと思います。ウクライナを楽しくしてあげましょう。
すべて絶対断固として反対をしていきます。そのことを訴え続けることが、そして日本中で世界で少しでもその声が大きくなることが、ウクライナの戦争を止めさせるそれの力になると信じて、私たちは本日でこの場で訴えさせていただいております。凶弾に倒れた安倍元首は残念だったと思います。でもだからといって私たちは意見を主張したり述べることに躊躇してはなりません。忖度してはなりません。はっきり言い続けること、それが民主主義の基本だと思います。これからも皆さんと共にはっきり声を出し、平和が来るように、一日も早い停戦が休戦が行われるように伝え続けていきたいと思います。今日も11時まで、12時までどうぞよろしくお付き合いください。選挙に行きましょう。ありがとうございました。次は浅田明子を島田さんに議長としてもらいます。皆さんご存知の、与謝野晶子さんが書かれました「火に死にたもことなかれ」を読ませていただきます。書いた紙を配っています。お持ちでない方は、誰が持ってたんですか。あら、見当たらない。お持ちでない方は私のところに来てください。お渡しします。親は刃を握らせて人を殺せと教えしや、人を殺して死ねよとて24までを育てしや、堺の町の秋人の休暇を誇るある主にて、親の名を継ぐ気になれば、君死にたもうことなかれ、無人の城は滅ぶとも滅びずとても何事ぞ、君は知らじな空き人の家の掟になかりけり、君死にたもうことなかれ、すめらみことは戦いに、大水からは出でまさぬ、片身に人の血を流し獣の道に死ねよとは、死ぬるお人の誉れとは、大御心の深ければもとよりまで起こされる。ああ弟よ戦いに、君死にたもうことなかれ、次にし秋を父耳に遅れたまえる母耳は、嘆きのうちに痛ましく我が子を召され家を盛り、やすしと聞ける大御代も母の白髪は勝りぬり、のれんの陰に伏して泣く愛かに若き新妻を、君忘るるや覚えるや、とつきもそわで別れたる乙女心を思い見よ、この世一人の君ならで、ああまた誰を頼むべき、君死にたもうことなかれ。スピーチをされたい方はお声掛けください。
やめてほしいです。安心して生活するところにぜひ税金を使って子どもたちが安心して暮らせる社会を次にバトンタッチしていきたいと思っています。分離拡大反対します。市民の方の小林です。名前を忘れてしまいましたが、この間配信する私はですね、LPO のデオワーク地球村、それから、治安維持法の国防同盟、神戸の党で活動している、村上といいます。安倍元総理が、銃撃されましたけど、今日まで今朝までの報道を見ると、まるで安倍元総理はいい人だったかのような扱いですね。マスコミの報道っていうのは本当のことって出てこないんですね。何の疑いもなく見てると本当にテレビで映ってることをそのまま信じてしまう、洗脳されてしまうんですね。今回のウクライナの侵攻についてもですね、戦争報道を見てると軍事力って必要なんだなって、で軍事に お金かかるんだったらそれは出さなきゃいけないなと、そういうふうに思うようになっちゃうんですね。特に若い人たちには言いたいんですけど、そういうマスコミの報道を鵜呑みにして見てしまうとね、そのまま信じてしまう、洗脳されてしまうということなんですね。一度そういう洗脳されてしまうとも、平和はどうやって作ったらいいんだろうかというふうに考えられなくなっちゃうんですね。非常に今のマスコミの犯せている罪は大きいと思います。私は NHK にですね、そういう戦闘報道は流さないようにっていう、手紙を出したことがありまして、それ以降ですね、ニュースセブンだとかニュースウォッチ9ではそれまで軍事評論家っていう人が出てきてですね、あと報道記者ですか、出てきて長々と解説してたのがぴったりとなくなったんですね。そういうだから軍事の映像っていうのは本当は見ちゃいけないもんなんですね。で今日は参議院選挙の投票日ですけど、そういうマスコミの映像っていうのは鵜呑みにしないとですね、NPO ネットワーク地球村の高木代表もですね、なぜだろうって疑うと思って、そういう行きましょうということを言ってます。この辺りです。ありがとうございました。じゃあ次の方へ。私はこの集会に、来ている理由は、ウクライナの方やロシアの方や、当事国の方が参加して自分の家族の状況とか、祖国の人と連絡を取っていることをここで発言してくれています。それが私にとってはマスコミじゃなくて生の、現地の人の声として非常に勉強になっています。勉強という言い方はおかしいですけど、そういうのが聞けるということでこの集会に参加しています。私は今のロシアのやり方というのは、日本が満蒙は、生命線といって満州を占領して、その後満州を守るために中国を占領して、中国を守るためといって東南アジアに占領して、さらに東南アジアと戦争した上にアメリカと戦争して、
内戦したそういう経験があるのは日本です。ですからロシアもやはり日本と同じような道を歩まないことを強く望むのと、この集会に参加しているロシアの方は明確にプーチンを批判していますし、ノーベル賞をもらったロシアのジャーナリストも赤いペンキをかけられながらも、反戦を訴えています。そういう勇気にぜひこういう集会を通じて拍手をしたいなということを思っています。それと今度の内戦、今ウクライナは親ロシア派とそうでない人たちがウクライナの国内で分裂して、それが戦争につながったような気がします。私はロシアがまず引き上げること、そしてそれを前提にアメリカも軍事的な支援をやめること、それでウクライナの人たちが国内の中できちっと停戦した上で話し合ってこの状況をぜひ克服してくれるということを私は心から願っています。ですからまずはこういう集会で声を上げて、ロシアは手を引けと、その上で国内問題としてウクライナの国民の中で話し合って停戦して新しい国の形を作ったらいいと強く思っています。以上です。 ありがとうございました。じゃあ次お願いしていいですか。皆さんこんにちは、私丁寧から参加させていただきました。今日が多分この集会20回目になるかと思います。密かに、心の中で、自慢したいのは、最初の1回目から皆勤賞ものだというふうに心の中で誇っております。しかし一方で20回続けられたにもかかわらず、ウクライナ現地では戦争が続いている、世界中で、あるいはこの札幌だけではなくて日本中世界中で、戦争反対、戦争をやめろという声が続いているにもかかわらず、そうした戦争殺戮行為を止められない私たちの無力というものを感じざるにはいません。なんとか停戦を、しかしその停戦においてもウクライナの人たちにとっては屈辱的な停戦ということになるのかもしれません。しかしこの戦いが続く限り、次々と犠牲者が生まれます。そうした人たちを一人でも少なくするために、私たちは声を上げていかなければならないと思いますし、世界中のやっぱり政治指導者がきちんとその停戦の枠組みを作っていくために行動してもらいたいと思います。日本の中で軍事力を増強すれば戦争の危険から免れるかのようなことを言っている政治家がいますけれども、そういった人たちはそうした力、航空の力によって自ら破滅するんだということをね、もう一回かみしめてもらいたいというふうに思います。これが誰のことを指しているかは今日は存在なかと思いますけれども、そのような世界はやっぱりやめなければならないと思います。力を合わせてこれからも声を上げ続けましょう。お願いします。ありがとうございました。では反対側の方にマイク回します。写真映りたくないというエリアにいらっしゃるので、撮影はちょっとご遠慮願います。ではマイクを回していきます。こんにちは、このお屋敷の中ご通報の方、足を止めてくださる方ありがとうございます。私たちはこちらのウクライナ戦争に反対、戦争反対という形で立たせてもらっております。私はあまり参加はできてないので、毎週日曜日に、戦争反対、声を上げてくださっている皆さんには本当に感謝の思いです。そうですね、ずっと2月から戦争始まって終わらないな、本当に思います。私子供がいて、その子供もスーパーに行くたびに募金箱もウクライナ戦争に対する
いろいろな募金箱あると思います。こちらの方にちょっとずつお小遣い入れてすごく気に留めてて早く終わればいいね思っております。やはり日本でも軍事費をもっとかけなければいけないんじゃないかとかいろんな世代の方思っていろんな人にそういうそうじゃないとダメじゃないかって言われるんですけどそれで軍事っていうのも、まあ、いろんな意味で絶対反対というか、全部が全部ダメだとかそういうわけではないかもしれないんですけどその前にきちんとした対話絶対そういう子たちが大切だと私は思っております。このウクライナの戦争が終わることを早く祈ってお話を終わりたいと思うんですけど皆さん小さな声でもいいし私も本当に小さな声なんですけど開け続けていきましょう。以上です。ありがとうございました。じゃあマイクちょっとまた元に戻ります。こんにちは。おはようございます。私も定年から来ました。定年では定期的にですね定年駅の近くでこういう暴走を上げてロシアはウクライナの侵略をやめようとかウクライナに平和とかあらゆる戦争に反対しますとかこういう暴走を上げて人に訴えてます。しかし2日前の8日10月からはですねこの暴動を引き加えました。全ての暴力に反対します。私たちが求めているのは民主主義であって暴力ではない。これは安倍さんの非行非行です。私は戦争もテロも問題だと思うんですよね。人を弾丸殺してしまうこういう暴力なんです。私はこの暴力は絶対許せないし私たちはもう実は暴力でなくてあくまでも民主主義です。今日本では給料が全然上がらない30年も上がらない年金も下がってきたそういう中で悲しいことですけども小さな子どもや弱い人たちに対する事故とか危険が頻繁に起こってます。それを心配したら今度はテロです。とんでもないことになりそうです。美しい国どころか悲しい国になってしまいます。安倍さん的に言えば悲しい国美しい国じゃなくて悲しい国にしないためにですねみんなで頑張ってこの日本を正常なまともな国に変えなきゃいけないと思ってます。以上ですが頑張りますので皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた次の方へ回します。あ、すいません、ウクライナのことでいろいろあると思うんですけども北海道の人が私も北海道に住んで30年経つんですけども第二のウクライナにならないために北海道がちゃんとしないといけないというふうに思っております。ロシアのソ連の旧ソ連の狙いは北海道の北方領土もそうですけどもそういう狙いがある。だからウクライナの人ごとのようではなくて自分のためにこのことの運動をすることが大切だというふうに私は思っております。仕事の関係で北海道へ来て30年、今北海道は大変な時代を迎えております。札幌も人口も減り人はみんな東京の方に就職している。ですから高齢の方が多い中でもう一度北海道を立て直すためにもぜひこの運動を少しでもやっていくことが大切だと思いますから一言でそのにならぬように自分のことだと思ってこのウクライナの問題を取り扱ってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
央区から来ました。私は写真写っても失うものはありませんのでこっちで話します。今テイネックからいらした方の暴力はつけないと共感しました。戦争、テロ許してはいけないと思います。ですからウクライナの問題は一言でないのは最初から分かってるんですけども、改めて一言でないということが分かったような気がします。前々回その前かもしれませんが、私は高校生の当初の文を読んだものです。高校1年生が新聞を読むようになった素晴らしいことだと思う。今大人も新聞読んでない人たくさんいます。そうして戦争反対という気持ちが高まったという当初でした。若い人がそういう気持ちになる、これはとても大切なことだと私は思いました。それで共感したという話をさせていただきました。希望を持ってこれからも戦争反対、テロ反対ということを皆さんと共に、私は微力ですが訴え続けていきたいということを改めて決意いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。この、戦争による犠牲というのは私たち日本にも数多くあるんです。もう77年経って知らない人たちが増えてきましたが、ひょっとしてどんなことでそういうことが十分に起こり、それがこのウクライナの戦争を見て大変私も心配します。ウクライナの人たちも何百万人という方がウクライナの外に出たり、ウクライナの中で、非常に苦しい生活を送っています。いつミサイルが飛んでくるかわからないという状況にさらされているということをしっかりと私たちも考えなければいけないなというふうに思います。私もやはり姉のような人たちを絶対に世界で増やしたくない、そういう思いで、私もこのいろんな運動に参加しています。ぜひ皆さんも自分のこととして捉えていただいて、ぜひいろんな運動に参加していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。ちなみにのライブ隊はメンバーを募集しておりますので、歌いたいという方がいらっしゃいましたらぜひ声をかけてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあお願いします。こんにちは。私は医療機関で働いているものです。小樽から毎週参加しています。と私の職場でも、昼休み集会、昼休みに、反戦集会をしています。隣に小学校があって、小学校の子どもたちが帰るときに、私その小学生が戦争反対って声かけてくれる時もありました。で、私が戦争っていうものをすごくこう戦争って怖いなってすごく思ったのが、小学生の時に読んだ裸足のゲンです。それを見て、どうして戦争反対って言ったら国民って言われるんだろうとか、被爆者が被害を受けた人がどうしてこんなに辛い目に遭わされるんだろう、そして迫害されるんだろうっていうことがすごくすごく辛くて、そういう気持ちでずっと今まで来ました。だから絶対に私は平和に関することに対して無関心でいたくないなってずっと思い続けて、戦争には反対だし、世界中から紛争がなくなってくれることなくなっていくように、私も本当に力、魅力ですが何か声を上げていきたいなと思っています。毎週ここに来て皆さんと
スピーチで皆さんの話を聞いたりして、私もこれからも頑張ろう、勇気もらっています。でこの声がきっと、ここ通り過ぎていく方たちの声元にも届いていると私は信じています。また頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回します。やるんですか。こんにちは、久しぶりです。今日は恵庭から来ました。札幌のこの凱旋をするのは2年ぶりぐらいです。で私は今日とにかく暴力はダメ、戦争はダメ。私の父は16歳から戦争に行って、中国でたくさんの人を殺しました。そして父は死ぬまでそれについて苦しんで死にました。最後も空を握って死にました。人を殺すってことは絶対ダメだ、どっち側の暴力も絶対許さない、これをみんなでなんか確認して、そういういいなんか戦争を踏んだいいなんか日本の知識をもう一回取り戻したい、すごく思っています。とにかく一戦です。私はもうちょっと体調が悪いので、今度皆さんに会えるのはいつかわからないんですけども、なんかそれだけ言いたいです。終わります。ありがとうございました。これで、リレートークは終わりにします。戦争はもう嫌だのウクライナバージョン、侵略はもうやめろでした。多分また後から伝えますので、ぜひ、皆さん侵略はもうやめろというところはぜひ一緒に歌っていただきたいと思います。赤いカリーナは草原にという、あ、風に吹かれてか風に吹かれてを滝に風に吹かれてをやって
風に吹かれてという曲、皆さん大変有名なので、ご存知かと思います。これもやはり、ベトナム戦争の時に、モーリアンダーで世界的な有名な反戦会になりました。それを私たちはウクライナ版ということで、今のウクライナで、繰り広げられているロシアの侵略の現状をちょっと変えてみて、これに当てはめて歌謡祭を作りました。どれだけ心が傷ついたら何か機会は終わるの。どれだけ母親がさまよったら平和になるのだろう。どれだけ父親が戦ったらロシアは出て行くの。理解もやその答えは風が知っているだけなのさ。みんなね、どれだけミサイルが飛んだら戦いは終わるの。どれだけ戦車を潰したら戦争は止まるの。どれだけ学校を壊したら軍隊は出て行くの。理解もやその答えは風が知っているだけなのさ。どれだけ思ったなら相手は気づくの。どれだけ覚悟を作ったら侵略は防げるの。どれだけお金をつぎ込んだら国を守れるの。理解もやその答えは風が知っているだけなのさ。理解もやその答えは風が知っているだけなのさ。ありがとうございました。風に吹かれてのウクライナバージョンです。皆さんご存知のように、ウクライナ侵略が始まって、まだ未だに続いていて、ウクライナの各地にミサイルが撃ち込まれて、毎日毎日多くの方が亡くなってます。戦争は一度始めたらそう簡単に止まらないというのを現状としてまたまたと受け付けられてきました。今もこのウクライナ戦争に残りけて、日本の中でもどんどん武器を増やしたり核も持とうじゃないか、予算が足りないから GDP2% まで増やそうという話もあります。一体どれだけお金を積み込んだら戦争を止めることができるのか、逆にひょっとしたら戦争を誘発するんじゃないだろうかという事態ています。このモーリアンダーの風に吹かれても、そういうどの国でも戦争が一旦起きると最終的に犠牲になるのは一般の人たち、そういうことを憂いて歌を歌ったんだと思います。私たちもこの現状がひょっとしたら日本にも起こりうるんじゃないかというふうに大変心配しています。
絶対に始めないと、戦争を始めないということは政治の責任ですけれども、私たちがしっかりと各地から声を上げていく、その力が戦争を止めることになると思います。ぜひ皆さん、一緒に戦争を起こさないために頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あと赤い紙がいい、赤いカリーナは陶芸人という特産品とあります。これはこの場所に毎回来ていただいてました、スパイコメント、ちょっとコメントが一つあるので、コメントが多い。Oh, I'm in love with you.
るくらい。はいはい、どうせ生にもあるな、出産なるくらい。はいはい、どうせ生にも。ありがとうございました。